どうもリントです。今日は、自作フィギュアネルゲルのご紹介です。はい、前回の動画のねリントに引き続きまして、次は、ネルゲルの紹介ですね。ちょっとねリント大きくなっちゃってねネルゲルちょっとちっちゃくなっちゃったんだけど、以前のネルゲルよりも動かしやすくなっております。なのですごい関節もしっかり曲げられて、こう座っているポーズとか走りポーズとかね、もう取らせやすくなっています。はい、で以前使ってたこれの素体なんですけれども、以前はやばい名前を忘れた、スパイスガールズ、ジョジョの奇妙な冒険のトリシューナの、スタンドを、ベースに、服を着せて作ってたんですけれども、今回服を全部貼り付けることにしました。こんな感じで、なのでちょっとところどころね、あの接着剤の跡があるんですけども、接着剤で直接フィギュアに貼り付けていて、実はこの素体ちょっとこの辺見ると赤いんですけども、これ豪快レッドなんですよ。で豪快レッドの素体の上に、貼り付けているので、動きとしてはもう完全にその豪快レッドと同じ動きができるようになってます。なので手をよく見るとね、豪快レッドの SH フィギュアの手と同じそのまんまになってます。ちょっと色塗っちゃうと色移りしちゃったりするんで、手の色は変えずに、白い手袋を履いてる風にしています。で、この肩用にねこんな感じで、鎌もありますので、この鎌をね、振り回していろいろやれるっていう状態になってます。鎌もちょっとちっちゃいんだけどねただこれでネルゲルと一緒にリントを並べることができるっていう状態ですね。で、そのさっき言ってた豪快レッドの素体を使っていたので、ネルゲルを豪快レッド風に変えられるように作りました。なんて言ったらいいんだろうね、特撮これでも少女じゃないからね、特撮魔王かな、まあ豪快レッドコスをした、ネルゲルが、一応できるようになってます。これだったり、あとポージング集みたいなのをね、この後にスライドショー形式で、ちょっと入れさせていただこうかなと思っております。はい、ということで今回はネルゲルのフィギュアの方のご紹介でした。ではこの後スライドショーの方入れますのでよろしくお願いします。以上リントでした。バイバーイ。
最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、ツイッターもやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。